お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらメガナイトウォールブレイカーやっていきたいと思います。それでね、今日はですね、ちょっと久々にリプ紹介やりたいなと思います。めっちゃいい試合が取れたんですよ。だからちょっとこれをね、みんなに見せてほしくて、3試合ほどね見てもらいたいなと思います。そしてあと一つですね、 YouTube のコメント欄とかめっちゃ聞かれるんですよ。なんでスターポイント、まあスターパワーっていうのか、これあるのに使わないんですかってすごい言われてて、まあ今回イベントでね、このスターポイントもね、コスト半分で上げれるようになったので、まあせっかくならなと思って上げました。はい、全部上げたんで、全部ね、もう金ピカになりました。こちらね、見ていただければわかると思うんですが、はい、もう全部マッキー金にしました。まあ上げなかった理由としては、特別感がなくなるから好きなキャラだけ上げてたって理由ですね。まあそんなわけで全部金ピカになったところでね、早速ね3つ紹介したいと思います。はい、そして対戦相手の3つが、まあこのラムジングデッキ、そしてロイジ、あとねジャイプリですね。もうメガナイト使ってる方はねわかると思うんですけど、もうジャイプリきついですね。鬼きつなんですけど、しかもめっちゃ上手い方ですね。なんと前シーズン世界25位、そしてもう一人もね、なんと前シーズン世界16位っていう、もうこの化け物たちとね、今戦ってるので、この辺りのねリプレイもやっていきたいなと思います。早速この陣営からいきます。はい、そしてメガナイトウォールブレイカーといえば、なんかいろんな方がありますね。ユーノがね、ミニペッカとか、あとはプリンスの枠がね、タルババがね主に使われてたり、ヤナアメだったり、まあいろいろあるんですよ。コウモリ、サンガゴだったりね、マスケ、ハンターだったり、まあ型が無限にあるものの、まあ今はね、やっぱロイジェイとか、まあなんだろうね、やっぱそういうちょっと硬い系に対してプリンスがないとね、火力が出ないので、ちょっときついですよね。というのもあり、プリンスユーノ型のね、スペルがザップだけ。だからまあゴブリンバレルとかは、まあ、ユーノとかコウモリとかで守って、まあ攻めでね、ディガプラスザップでプレッシャー与えるのが理想かなっていうデッキですね。なんで、まあこの辺で適当にね、相手コウモリちょっときついよねとか思ったら、コウモリ生かすようにやってあげます。で、相手のデッキはデッキで、僕のこのプリンスの受けが結構きついので、まあ僕はね、このもうユーノとかゴーストの受けがちょっと少ないんでね、ちょっと汗汗って感じですけど。さあ相手もね、いや君きつそうだねっていうので、めっちゃね、攻めてきます。で、ここをちょっと見てほしいんですけど、ここからですね、このプリンスに対して絶対ラム受けをしてくるんですよ。ユーノがない場合、まあアイゴレもユーノもない場合。なんで、このラムを読んでコウモリを出します。そうすると、相手のね、プリンスにラムのね、遅延効果がかからずに、さあ、プリンスぶっ刺さってね。いや、これはね、いいですね。ラムで釣ってくるだろうって。うまいとね、やっぱこう、ミニペッカとか、エリババとか、まあ、プリプリ系とか、ラムでね、防衛してくるんですよね。ラムライダー1枚で、端前のね、リクネニット抑えれちゃうんで、まあ、そこを読んでのぶっ刺しがね、さ、刺さっていきますよと。で、あとはまあ、ウォールブレイカーね、飛ばしながら。なんか、基本的には、ユーノ、コウモリ、ディガー、ウォールブレイカー、そしてもう一枚、まあ、ザップであったり、まあ、プリンスであったりで回していきたい。で、相手が攻めてくるようであったら、そこをメガナイトで踏んでカウンターっていうのが、まあ、結構理想的なね、立ち回りかなと思います。さあ、ここはどうすんだろうな。行くのかな、行きそうだけどな、俺。いや、行かないっすね、多分。行かないのか、行かないね。コウモリ持ってんね。多分メガナイトで言っても、結局インドラとなんかね、綺麗に溶かされて刺さんねえだろっていうカウンターがちょっと怖かったんだと思います。だから、できるだけ他のね、軽い系で回して、いや、いいっすね。軽い系で回して、まあまあ、なんか勝ちに行くんじゃなくて負けないようにね、してますね。控えめな立ち回りで、ちょっとずつプレッシャーを与えてね、ディガーと他でダメージ稼ぐみたいな。さあ、ウォールブレーカーを入れていくものの入らない。いや、すごい入ってもいい、そん、いいようなね、感じなんですけど。でも、こういうね、相手が攻めてきた時に踏んでいきます。で、しっかりマジックアーチャーの角度も見て、射抜かれないような位置に出していきますね。さあ、まあ、ザップ打つもののですよね。インドラちょっと強いんでね。さあ、無理に攻めない。で、後ろから多分プリンスからか。で、マスケはちょっと高めにね、多分出すなら高め。ファイブ警戒でね。で、だマスク出して、ユーノが来る、いや、来ない、さ、相手が5を打ってくる。で、これもなんかね、相手が、なんか気づけば決まったって感じなんですけど、まあ、相手自身も、プリンスとかユーノ受けがきついんですよ。まあ、僕も相手の理解きついんですけど、まあ、きつい分、しっかりね、プリンスぶっ刺したっていう感じかな。まあ、なんか、クラロワで大事なのは、勝ちに行かないといけない場面もあるんですよ。大ダメージ受けて、追いつくために、もう、勝ちに行く。
結構無理やりなことをしていかないといけない場面もあるんですけど、自分がダメージリードしてる場合はね、別に勝たなくていいんですよ。もう逃げ切れば勝ちなんでね、タイブレーカールールあるんで。負けないように、イモるっていうのも大事になってくるね。さあ、続いてロイジャイです。さあ、で、このね、方はまたね、ちょっと特徴的なロイなんですけど、テスラのね、ロイジャイっていう。なんか、すごいですね。対空もしかもテスラともう一個あるかどうかとか。なんで、まあ、ちょっと独特なんですけど、まあ、見ていただきたい。まあ、普通に上手い人なんですよね、この人はもう。さあ、で、ゴーストとかの受けに、まあ、なかったらディガーで受けていきます。で、相手はこれね、結構ゴリゴリなんですよね。まあ、僕が今、コウモリとディガー咲いてるんで、普通はね、なんか、なんだろう、高回転ウォールブレイカーとかだと思うのかな。だから攻めたのかな。さあ、ここはダメージ受けるんですけど、しっかりカウンターですね。エリアドを取っています。ダメージは取られるんですけどね。しっかり攻めてあげます。で、これがな、まあ、でかいですね。LSP やったのが、もうでかすぎたんで、あとはもうコウモリね、行ってあげればいいやろっていう感じで、まあ、これだけでね、折れたんで、まあ、ぶっちゃけ相手の攻めすぎもね、あるっちゃあるんですけど、こう、相手がね、ロイで攻めてきたときに、しっかり、あと、マスケと、あと、そしてメガナイトで対応して、やっぱカウンターですね。ダメージ受けるのは受けるんで、このザップちょっとタワー残ると思いました。ごめんなさい。そう、ダメージね、受けるときは、もう受けていいんで、カウンターか、無視して逆サイ行って1-1ですね。相手の攻め来た、守れない。じゃあ、逆サイぶっぱして1-1交換する。それが無理そうなら、しっかりユニットで守ってカウンターへ持っていく。で、そのカウンターで同じぐらいのダメージを稼ぐっていう、まあ、どちらかを取らないといけないですね。守れないなら、守れないなりにできることがやっぱあるんでね。さあ、で、ここもまあ無理せず、そう、ほどほどにね、マスケをね、延命していきます。で、ここ相手がね、ファイブを使って、まあ、トリトンもいないと、メガナイトがね、やっぱきついよねっていう。で、こことかもですね、これ見てほしいんですけど、プリンスとかコウモリをすぐ出すんじゃなくて、メガナイトのね、後ろにしっかりつくようにプリンスを出していく。で、コウモリは LSP で絶対溶かされると思ったんで、相手が LSP 使うまで僕は使わないっていう作戦ですね。さあ、しっかりね、形を作っていきます。で、ユニットで攻めていきます。で、相手も絶対これ、LSP を出さないといけないタイミングが来るんですよ。だから、それを見て僕は出したいんですけど、もう相手はね、僕がコウモリ出さないから相手も出さないっていう。まあ、その間にね、陸が止まんなくて刺さるよねって。いや、プリンス U のがね、結構いい味出してるんですよね。そうそうそう。だから個人的に今の環境を使うなら、この方なのかなっていうのはありますね。まあ、その中で結構あっさり勝っちゃったんですけど、まあ、メガナイトプリンスの形がね、やっぱ強いので、そこしっかり組むのも重要かな。そう、ラストジャイプレイ、これ激アツっす。マジエグいっすよ。これに関してはね、マジで、本当に勝てない、本当に勝てないですね。まあ、メガナイトの弱点っていうのは、ロイとかジャイとかゴレとか、まあ、タンク系、硬いタンク系、火力がないんでね。単純に範囲なんで、まあ、そこがきついのをもうえぐいっす。ちょっと見てほしいんですけど、もうしょっぱなこれはね、これやばいっすよ。もう相手もえぐい。 U の1枚裂いただけでこれっすよ。ね、これが世界25位の立ち回りっすからね。いやー、でもマジでなんかね、もうきついことを分かってるというかね。しかもこれディガーでね、しっかりマスケ潰してるんですよ。で、まあコウモリで処理できたものの、まあでも左の U のね、相手無視してる分、一応ダメージ入ってるんで、まあ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 悪くはないっていう。でさ、ここはね、ウォールブレイカーで仕掛けて、まあどっちかは入るよねっていう。まあ言うてトントン、トントンっちゃトントンっすね。で、僕が今回大事なのは、このプリプリですね。プリプリの受けがやっぱきついので、プリプリをしっかり、この U の突進であったり、まあなんかザップを使ってね、止めたりだとか、なんかね、うまい感じに受けていかないと、この突進のダメージがやっぱね、強いんでね。さあ、プリンスとあとザップか。まあこれ別にディガーでもよかったかもしれないですけどね、正直。で、エレキ、ザップいるんで、僕のこのプリプリ系が止まる、かつ、うん、コウモリもね、生きないんで。いや、これね。まあでもこれも結局は同じで、しっかりユニット残してカウンター。で、これをね、完全に防衛するのはやっぱ不可能なんですよ。だからまあダメージは受けるんで、受けていいので、しっかりね、このメガナイトマスケが残るようにしたい。メガナイト残るかどうか運ゲーですけどね。で、相手もね、やっぱコストがそんなないので、一枚一枚重いんでね、しっかり様子見ながら、相手がきつそうなことをしていく。で、こういうマスケを延命する有能のダッシュであったり、で、こういうダメージ稼ぐ。まあ、こういうのも結構大事になってきますね。
で、相手エレキとザップ使ったなっていうのも把握してしっかり攻めます。で、相手も多分それをされたくないっていうのもあって攻めてますね。で、しっかり僕もね、タワー折られたくないので、さすがに。さあ、攻めながら、そして一発。いや、これがでかいね。これ多分ユーノのダッシュしてもよかったっすね、僕。これしなかったらもったいなかったけど。さあ、相手もね、これユーノの走らせないようにザップね、うまいですね。さあ、180は正直ファイボで落ちるけど、ファイボを打たせたいよね。ディガーをできるだけ拾ってっていう思いがあるんですけど、このコウモリな、いらなかったのかな、結局。いや、良かったですね。守ってるわ。で、さあ、で、ここは、116はまあ落とせるだろうっていうのもありながら、逆サイド僕はね、プレッシャーかけながら。で、もし落ちなかったらこれやばいんでね。本気で降りに行って、さあ、お互い11。まあ、11慣れてる時点でまあ、頑張ってる方なんですよね。もうプリプリがね、マジきついんでね。で、しっかり、ユーノのね、突進でプリプリを受けていくっていうイメージですね。受けながら、まあ、しっかりカバーしてね。これね、するだけで。で、言うのが、しかもこれ、メガナイトの懐に、これが熱いね。さあ、まあ、プリプリのね、受けがしんどい分、言うの突進、マジでね、大事。常に突進させてあげてください、言うのは。で、メガゴにマスケ出したいんですけど、マスケ出しても結局プリンスで行かれるんで、出さないですね、相手。低めから出していきます。相手もずっとプリンス構えてますね。さあ、言うのの突進、一生使いながらね。まあ、ここはしっかり踏んで、ディガーにも当てていくメガナイトですね。さあ、相手はこのプリンス延命してますね。プリンスの木がやっぱね、きついんですよね。だからもう、他で。これやばいよな。どこまで追いかけんのって。どこまで追いかけんのって。俺もちょっとわかんないからさ、ちょっとヒヤヒヤしながらね。いや、もうプリプリメガゴっていう。怖すぎる。まあね、しっかりね、防衛の構えをしながら、いや、でもな、もうジャイが数発入るだけで痛いんでね、僕マジ。さあ、もう相手はね、スペル削りにね、来ましたね。で、ファイブ使ったんでマスケ出して、こっからは、マスケに対して相手がプリンスとか当ててくるかなと思って、このマスケを延命しようとね、僕はすごいプリプリとかいろいろ出してるんですけど、相手も出してこないですね。しかもここのジャイね、まあ、25秒なんでね。しかもマスケが振り向いてるの、マジででかい。さあ、ギリ耐える。ダメージは負けてます。まあ、ですが、こっからですね。相手がね、めっちゃ攻めてたんですよ、今。だから、エリアで取ってるっていうのもありながら、まあ、ラストチャンスにかけてね、僕はゴリゴリ攻めます。まあ、俺、ジャイの時間稼ぎバカ強いんですけど、これもう、見てほしいのが、うちのマスケ優秀すぎてね、実はこっそりタワー殴ってたっていう。まあ、正直、これがなかったら勝ててはなかったんですけど、まあ、でも、それまでの、ユーノの受けであったりだとか、まあ、なんか、メガゴをね、やりたいんだけど、マスキを出してもマスキやられるだけなので、やらずに我慢して自陣から組むとか、なんかそういったところとかもね、ちょっと参考になればいいかなと思って今日はね、リップ紹介やりました。というわけでね、今日はね、リップ紹介にはなるんですが、まあ、メガナイトプリンス自体はね、すごい使いやすい戦術だと思うし、まあ、ここの組み合わせも強いと思うんでね、めっちゃ僕は好きでね、おすすめだと思うんでね、はい、皆さんもぜひ使ってみてください。よければね、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。